あった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 。皆様、こんにちは。札幌グルメ、ひんなひんなの胸です。本日ですね、ご紹介いたしますのは、すくのにございます。まあ、これカフェですかね、になります。ひばり堂というお店でございます。これ昨年10月にオープンしてたみたいなんですが、僕全然知らなくて、まあまあ人気店ですね。もう間違いなく。で、僕が行ったのも15時ぐらいなんですが、今、落ち着いてますよっていう感じで行ったら、もう8割9割方入お客様が埋まってまして、まあ僕が出る頃には、もう全然満席になる。こんなアイドルタイムね、満席になる人気店。いただいたカレー、人気メニューのプリンだとか、あとクレープですかね。もう、間違いないですね。ここはもう人気になる。だっていうのはよくわかりますし、まあお店の内装からも抜群でございます。しかもね、営業時間も11時半か、お昼から早めにね、10時ぐらいまででね、あんまりコロナに関係ないというか、ここはぜひぜひね、行っていただきたいお店だなと思ったので、ご紹介いたします。では、どうぞ。
ひばり堂さんいかがでしたでしょうか。いやもう最高じゃないですかね。席数もね結構奥行きがあるお店で、広いんですがね、本当も結構ゆったりしてまして、皆さん本当にくつろいでるのがねよくわかります。で今回いただいたのがひばり堂さんのスペシャルセコースとかだったかな。本当ねこれめちゃめちゃいいですよ。ちょっとハーフサイズのカレーにまず小さめのプリンで、クレープって言ってね、この3つのもうお店の王道の料理がね全て楽しめるわけですよ。あでドリンクもついてます。で、今回いただいたカレーもですね、大変、美味しいチキンカレーでございました。サイズ感もね、まあ僕には全く足りないんですけども、女性には嬉しいサイズじゃないでしょうか。あとプリンもねこれ結構固めなんですよね。僕今まで食べてきたプリンの中で一番まあ結構しっかりしてる感じ。あとカスタードとかカラメルのね具合がちょうどいいんですよ。なんかこう尖ってないというか、すべてにバランスがいい、甘すぎない。カスタードの甘さもちょうどいいで、カラメルもねこうパリッとしたこうカラメルって感じです。あるじゃないですか、ああいう感じじゃないんですよ。すべてが一体化した美味しいプリンでございました。あとねクレープ、まあこちらはですね巻いてるクレープなんですけども、まあ中に巻いてる中に何かが入ってるわけじゃなくて、まあこれは普通かなっていう感じでしたね。ただまあお店の内装、メニュー表、クオリティ全てどれも高くて人気店間違いないですね。やっぱカフェ業態ってねなかなか難しいのかなと思うんですけど、ここに出したのはすごいなと思いましたし、夜の時間帯もねここならハマる。まだ締めパフェみたいな感じのお店結構あるじゃないですか。あんな形で夜は夜でね、お酒のとかご飯もいろいろあるので、そういう風な需要も見込める。いやこれは間違いなくね、夜も昼も今後もどん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 人気になるお店なんじゃないかなと思いました。ではね、すすきののひばり堂さん、またね、漢字も日が晴れる堂ね、っていう素晴らしい店名ですし、ぜひお近くに行った時行ってみてください。絶対にカフェ好きの方であれば 100% 気に入るお店かと思います。では今日はここまで。バイバーイ。